塩化サマリウムは化学式 SMCL3 で表されるサマリウムの塩化物である。無水物は炭鉱色の個体で湿った空気中において急速に吸湿し6水和物となる。6水和物は吸熱するとわずかに加水分解が起こり摂氏110度で5分子の水を失う。塩化サマリウムは適度に強い累水酸であり、挟ブ側による硬い酸に分類される。 水溶液は水酸化サマリウムやフッ化サマリウム等の不溶性のサマリウム化合物を合成する際の栓具体として用いられる。また、無水物を水素中などの還元雰囲気下で加熱することで2価のサマリウム塩が生成し、酸素中で加熱するとオキソ塩化サマリウムスマクが生成する。水への溶解度は非常に大きくエタノールやピリジンにも溶解する。 塩化サマリウムは、金属サマリウムもしくは炭酸サマリウムと塩酸との反応によって、黄色の水溶液として得られる。無水物は塩化サマリウムの水和物を4から6、モル相当の塩化アンモニウムと共に減圧化、摂氏400度で徐々に加熱することで得られる。また、過剰の塩化値を煮る存在下で5時間加熱することによっても得られ、塩化水素と金属サマリウムからも合成される。 無水塩化サマリウムは通常更新空間で消化生成される。塩化サマリウムは特に磁石用の金属サマリウムの原料として用いられる。無水塩化サマリウムに塩化ナトリウムもしくは塩化カルシウムを有点硬化剤として加え、溶融樹を電解によって金属サマリウムが得られる。サマリウムの有機金属化合物を合成する際の栓具体としても用いられ、 例えば水素化反応やアルケンのヒドロシリル化反応の触媒として用いられるビスサマリウムが合成される。また、他のサマリウム子を合成する際の潜入体としても用いられる。さらに、類ス酸触媒としても用いられ、塩化サマリウム存在化でエポキシドとスルフィドをジクロロメタン溶媒化常温で反応させることによって塩化サマリウムが類ス酸触媒として働き、 ヒドルキシするフィドが合成される。ありがとうございます。